ございます。6月6日火曜日朝の7時です。今日は朝5時半に出勤して平塚6時半着それから積み込みして今出発してきました。荷物はキャスター付き、23台、木更津行き9時半着ということで、昨日、トラック協会でやった健康診断の結果が出て、数字を見たらびっくりしましたね。基準値の7倍ぐらい、なんかそんな数字になってました。これはびっくりしますね。それだけ風邪薬の影響が強いっていうことですかね。薬も怖いですね。まあでもそれ飲んでて体調が悪くなったっていうことはなかったんですけどね、まあそういうことで驚きの数字でした。まあ若干なんか耳が聞こえづらくなってる、こっちが聞こえづらくなってるっていうのがあったんだけど、まあ秋にもう一回検査してどうなのかなっていう感じですね。経過観察です。はい、では気をつけていきたいと思います。あ、下ろした後の予定は今の段階ではまだ決まっていませんでした。9時50分木更津完了です。まだ積み置き決まってないみたいなので、とりあえず海ほたるで待機しといてくれと言われました。ということで海ほたるを目指して行きます。
い、午後4時10分、海ほたるで休憩した後は川崎で、10パレ積んできました。これは明日の群馬県玉村町行きです。ということで今日は終わりたいと思います。はい、どうもお疲れ様でした。